カリフォルニア州ヨセミテ渓谷カリフォルニア州の歴史では、アメリカ合衆国西海岸に位置するカリフォルニア州となった地域の人類の歴史と社会活動を概説する。カリフォルニアにおける人類の活動はおよそ1万3000年から1万5000年、前に到着したインディアン民族に始まる。海岸や渓谷に沿った内陸部へのヨーロッパ白人による探検と開拓は16世紀に、 始まった。米国戦争におけるメキシコの敗北の結果、1848年のグアダルーペイダル語条約により、アメリカ合衆国がカリフォルニアを獲得したことで、それまでメキシコの領土であった西部への拡張が進展し、1850年代のカリフォルニアゴールドラッシュによってさらに加速された。カリフォルニアは1850年に、 アメリカ合衆国の州に昇格した。19世紀の終わりまでに、カリフォルニアの大部分はまだ田舎で、農業地だったが、すでに約140万人が住んでいた。20世紀に入ると、さらに人口は増加し、2000年に行われた国勢調査では、全米50州で最大の人口である3500万人以上を抱えている。 一般に認められている南北アメリカ大陸への人類の移動に関する学説はおよそ16,500年前にネイティブアメリカン民族がベーリング立教を通ってアメリカ大陸に入ったというものでネイティブアメリカンが現在のカリフォルニアにいつ到着したかは不明であるサンタローザ島のアーリントンスプリングス人の遺跡は 最も初期にネイティブアメリカンが住んだ後であり、約1万3000年前のウィスコンシン表記の頃とされている。現在のカリフォルニアになった地域には、全体で約30の部族あるいは文化集団が住んでおり、おそらくは6種の言語族に分類される。これらの語族の中には最も初期に到着したほか 五族と最近に到着した南東部砂漠地帯のユトアステカン五族がいる。この文化の多様性は北アメリカの中でも密度が濃く、1万年から1万5千年前の一連の移民や勢力争いの結果と考えられている。ヨーロッパ白人による最初の接触時、チュマシュ族、マイド族、ミオク族、モードック族、モハーベ族、オーロネ族、ポモ族、 シャスタ族、トングバ族及びウィントゥ族など、60を超えるネイティブアメリカン部族が住んでいた。これらの部族は、カリフォルニアの多様な気候に適応した。海岸の部族は、石器を使って、意外科海類の殻から作られる、交易用ビーズの主要生産源だった。カリフォルニアの広いセントラルバレーや、それを取り囲む、丘の部族は、早くから農業を発展させ、 草地を焼いて、食用植物、特に多くの木の生育を促進した。これらの好みを子に引き、酸性のタンニ人をろ過すると、食用の粉ができた。北部や東部の山岳地に住む部族は、酒量や動物の量に大きく頼っており、カリフォルニアの火山生成物である黒曜石を集めて、成形し、交易に用いた。南東部の砂漠は、 過酷な環境で生き残る術を覚えた部族が住み、その土地の植物を慎重に扱い、オアシスや水源の近くで生活した。これらすべての部族の状態は動的であり、より成功した部族がその領土を広げ、あまり成功しなかった部族は縮小した。奴隷貿易や部族間の戦争が、比較的平和な期間と交互に続いた。 ヨーロッパ人による接触が後半になった1700年代には、およそ30万人のネイティブアメリカンがカリフォルニアに住んでいたと推計されている。最初のヨーロッパ人探検家たちは、スペインあるいはイギリスの国旗を掲げた者たちであり、1500年代初期から1700年代半ばにカリフォルニア海岸を航海したが、ヨーロッパ人による開拓地は作られなかった。 最も重要な植民地強国であったスペインはその帝国の中心であるメキシコ、ペルー及びフィリピンに関心を集中した。太平洋に接するあらゆる陸地はスペインが領有するという自負のもとにスペインはカリフォルニア海岸を航行する探検隊を派遣した。これら船に乗った探検者たちから見たカリフォルニアは丘の多い草地と森林の土地であり、 植民者を引きつけるに足る資源や自然の良好はほとんどないと見られた。当時の他の植民地帝国はより人口密度の高い地域に興味が行っており、この遠く離れた世界の一部にはほとんど注意を払わなかった。ロシアとイギリスの探検者たち及び毛皮交易業者たちがこの地域の終焉部に 入り始めたのは1700年代半ばになってからだった。1530年頃、ヌニョ・ベルトラン・デグスマンがインディアンの奴隷からその通りが金や銀で舗装されているというシボラの七都市の話を聞いた。同じコロエルナン・コルテスはアマゾネス女族が住み、金、真珠及び宝石で溢れているという遥か北西の不思議な国の話に引きつけられた。 スペイン人はこれらの場所が一つで同じものと推測した。1533年の遠征隊はおそらくは、ラパス湾のことと思われる一つの湾を発見したが、観南深刻した後に帰還した。コルテスは1534年と1535年に遠征隊を率いたが、求める年は見つからなかった。1535年5月3日、コルテスは、サンタクルス島を、 領有権主張し、その春遅くにラパスとなる都市の配置を決め建設した。この1650年の地図では、カリフォルニアが島として表されている。海峡にある小さな諸島は初期の神話に語られており、その結果この地域が実際に探検されたということを信じた地図制作者たちによって何世紀もの間、書き加えられてきた。 1539年7月、ゴルテスはこれら伝説を新たに聞いて動かされ、小さな三隻の船で、フランシスコでウロアを派遣した。でウロアは、コロラド川川口に達し、半島を回って遠くセドロス島まで航海した。この航海の証言によって、カリフォルニアという名前が、初めて記録された。これは、ガルシ・ロドリゲスでモンタルボが編集し1510年頃に、 出版された、騎士道物語、ガリアのアマディス第5巻にたどることができ、主人公は、カリフォルニアと呼ばれる島を旅する。カリフォルニア海岸を最初に探検した、ヨーロッパ人は、スペイン帝国のために航海した、ポルトガル人航海士フアン・ロドリゲス・カブリリオだった。1542年6月、カブリリオは、現在のメキシコ西海岸から2隻の船で、 探検隊を率いた。9月28日にサンディエゴ湾で上陸し、カリフォルニア島と考えた土地をスペイン領と宣言した。カブリリョとその隊員は、チャネル諸島の一つサンミゲルに上陸し、次に海岸沿いにあると考えられたアジア大陸に向かう航路を発見するために北へ進んだ。カブリリョは北のポイントレーズまで進んだと考えられるが、 公開中の事故で死んだ。遠征隊の残りの隊員は、バルトローメ・フェレロに引き入られて、今日のオレゴン州南部にある、ログ川まで北上したと見られている。1579年6月7日、イギリス人探検家、フランシス・ドレーク教が、サンフランシスコ湾以北のカリフォルニアの某所で良好を、発見し、ノバ・アルビオンと名付けイギリス領と主張した。 ドレークが新中盤を残して去ったその場所は現在不明であり、その後の追従者もなかった。1602年、スペイン人、セバスティアン・ビスカイノがカリフォルニア海岸を北のモントレー湾まで進み、そこで上陸した。そこから海岸に沿って陸地を南へ進み、カーメル湾と考えられるところを訪れたと記録した。カリフォルニアの歴史でビスカイノが果たした。 大きな功績は、モントレー湾地域を、停泊地として、また定着に適した土地として記した、生き生きした、報告書であり、さらに海岸水路の詳細な海図であった。イギリス人、ジェームズ・クック船長は1778年の三度目に、して、最後の探検航海の途中で、HMS、レゾルーションに乗って、北アメリカ西海岸を航海し、カリフォルニアから、 ベーリング海峡に至るまでのすべての海岸地図を作成した。1786年、ラペルーズ・白ジャン・フランソワ・ドガローが、ルイ16世に命じられた探検隊で一軍の科学者や画家を率いモントレーで歓迎された。彼らは、カリフォルニアの伝道の仕組み、土地及び人々について証言を残した。次の数十年間に貿易業者、 クジラ両者及び科学的任務を帯びた者たちが訪れた。1697年、イエズスカイ宣教師団のフアンマリアでサルバティエラが、バハカリフォルニアスルに、最初の高級的伝道所ミシオンデ・ヌエストラ・セニョーラ・でロレト・コンチョを設立した。カリフォルニアの土地は当時ヌエヴァ・エスパーニアの一部であり、今日のように分割されてはいなかった。 半島におけるイエズス会の支配は次第に広がり、最初はロレト周辺の地域だったものが南のケープ地域、最後にはバハカリフォルニアするの北縁を越えてさらに北へ広がった。1765年から1823年にかけてカリフォルニアにも21の伝道書が設立された。18世紀最後の四半世紀、アルタカリフォルニアに 初めてのスペイン開拓地が設立された。北、太平洋の海岸に住む毛皮動物について、ロシア、またおそらくはイギリスが抱いた興味に反応する形で、スペインはカリフォルニアの南部と中部の海岸沿いに一連のカトリック伝道書を拡張し、軍隊を伴い牧場を作った。これらの伝道書は、スペイン帝国によるカリフォルニアの領有権主張を 表すことが意図された。19世紀の最初の四半世紀、スペイン人宣教師団、牧場主及び軍隊によるカリフォルニアの南部と中部の海岸の植民地化がゆっくりと続いた。1820年までに、スペインの影響力は、ロレトから京のサンディエゴを経由して、サンフランシスコ米エリアのすぐ北までつながった。 電動書で表され、内陸へは電動書からおよそ25内し50マイルの広がりを見せた。この地帯の外ではおそらく20万人から25万人の先住民が伝統的な生活を続けていた。1819年に調印されたアダムズ・オニス条約で、スペインの領有権主張を北緯42度線までと、 することとなり、事実上今日のカリフォルニア州とオレゴン州の宗教ができた。スペインは1519年以降ヌエヴァエスパーニャに多くの伝道書や砦を維持してきた。1542年にはカリフォルニア北部海岸地域の領有を宣言した。ニューメキシコのサンタフェを除き、ヌエヴァエスパーニャ北部の開拓はその後の155年間進まなかった。 バハカリフォルニアするのロレトは1697年に設立されたが、スペイン王カルロス三世一家のスペインがより北部の開発が必要だと感じたのは、1765年にアラスカから下ってきたロシア人毛皮業者とその後に来るであろう開拓者による侵略の脅威があった時だった。この時点で、スペイン帝国は7年戦争の政治的屋と片付けに、 携わっており、はるか離れたカリフォルニア植民地の優先度は、ほんのわずかなものだった。アルタカリフォルニアには、フランシスコ海の修道像によって、軍隊に守られたカリフォルニアミッションが展開されることになった。1774年と1791年の間、スペイン帝国は、多くの遠征隊を派遣し、アルタカリフォルニアと太平洋岸北西部の探検と、 開拓を進めた。1768年5月、遠征将軍、ホセデガルベスは、アルタカリフォルニアに向けて4方向、2つは、海、2つは、陸からの遠征を計画し、ガスパル・デポルトラが、指揮官を志願した。デポルトラの陸路遠征隊は1769年6月29日に、現在のサンディエゴの地に到着し、そこでサンディエゴトリデを構築した。 デポルトラとその隊は、フワン・クレスピ・神父と六63人の川の上着を着た兵士たち100頭のロバで構成されており、モントレー湾まで進みたがったので、7月14日に北に向かった。彼らは8月2日に、現在のロサンゼルスの地、8月3日にサンタモニカ、8月19日にサンタバーバラ、9月13日にサンシメオン。 そして10月1日にサリナス川川口に到着した。彼らはモントレー湾を探していたが、そこに着いた時は認識できなかった。10月31日、デポルトラの探検者たちはサンフランシスコ湾を見た最初のヨーロッパ人となった。皮肉なことにマニラのガレオン船はこの頃までにほぼ200年間もこの海岸を航行していたが、この湾には気づいていなかった。 デポルトラの遠征隊は1770年にサンディエゴに戻った。フニュペロセラフニペロセラはマヨルカ島のフランシスコ海のものであり、アルタカリフォルニアの伝道諸軍の多くを設立した。カルロス三世が1768年2月3日にヌエヴァエスパーニャからイエズス海を追放する命令を出した後はセラが東領神父になった。 セラは1769年にミッションサンディエゴであるからを設立した。その年遅く、セラやポルトーラ知事と小さな集団が太平洋岸を北に向かった。彼らは1770年にモントレーに到着し、そこでセラがアルタカリフォルニアで2カ所目の伝道所、ミッションサンカルロス・ボロメオ・デ・カルメロを設立した。伝道所は地元の先住民族に、 キリスト教の教えを広めるためにスペインカトリックのドミニコ会イエズス会及びフランシスコ会によって作られた宗教的全身基地の並びで構成されたが、この地域に対する昔からのスペインによる領有権主張を確保する不可的利点もあった。伝道者たちはカリフォルニア地域にヨーロッパの家畜、果物、野菜及び産業を持ち込んだが、 先住民は事実上その日暮らしの状態に留め置かれた。ほとんどの伝道書は小さなものであり、二人のフランシスコハゾと六人から八人の兵士が住んだ。これらすべての建物はフランシスコ海藻の監督で大部分先住民の無償の労働で建てられた。さらに、プレシディオ、プエブロに加えてミシオンはスペイン帝国が その植民地領土を統合していくために採用した三つの主要機関の一つだった。これらの伝道書のどれも完全に自活できず、財政的援助を必要とし続けた。1810年のメキシコ独立戦争開始とともに、財政的援助は実質上失われた。1827年までにメキシコ政府はスペイン生まれのものを追放する。 追放一般法を成立させ、カリフォルニアの宣教師の数が激減した。伝道書のいくつかは、メキシコ政府に国有化され、その後売却された。いくつかの伝道書をそれを所有していた。修道会に戻したのは、合衆国の州として成立した後の、連邦最高裁判決によっていた。カリフォルニアのフランシスコ会氏は、 灰色の衣服を身につけたカリフォルニア海岸には4つの砦が戦略的に配置され、個別の軍事地区として組織され、カリフォルニア北部の伝道所やスペイン人開拓地の護衛に当たった。サンガブリエル公会堂、スペイン人の伝道所を申した1920年代のミッションリバイバル建築の例伝道所構築物の多くが今日も残っているかあるいは建て替えられており、 その多くは20世紀の初め以来新都団を作ってきた。幹線道路と電動書は、牧歌的で平和な過去を示すロマンチックな象徴になった。ミッション復古庁は、カリフォルニアの過去を理想化した見解から生まれた建築運動である。スペイン人たちは、周辺のインディアンたちを捉え、各電動書で強制的にキリスト教改修させ、 各部族単位を無視して人からげにミッションインディアンと名付け奴隷化した。スペイン人は牛や羊を育てられる牧場への転向が可能な大きな土地特許の入植を奨励した。牛皮や死亡が19世紀半ばまでのカリフォルニアの主要輸出品だった。牧場の所有者たちはスペインの地主階級に自分たちをなぞらえた。その労働者には スペイン語や馬への乗り方を覚えさせられたミッションインディアンが主だった。1800年代初期からロシア帝国の毛皮罠漁師たちが西海岸を探検しラッコの毛皮を求めて南のサンディエゴまで下ってきた。1812年8月に起こったスペインとメキシコの間の戦争で生まれた混乱に乗じてロシアアメリカ会社は サンフランシスコの北60マイルのその間海岸にある現在のボドガワン近くにロストリデという要塞化した交易基地を作った。この土地はイギリスによって領有権主張されていたが占有はされていなかった。この植民地は1841年まで存在した。エル・プレシディオでその間、あるいはその間弊社は1836年に マリアーノ・グアダルーペ・バレホによって、ロシア人がこの地域に侵略することを止めるための、メキシコの戦略の一部として建設された。19世紀の第二四半世紀に少なからぬ変化が起こった。メキシコが1821年に、スペインから独立し、カリフォルニアのヨーロッパ人支配を終わらせた。伝道書は、メキシコ支配の下で、その重要性を減らし、 放牧や交易が増加した1840年代半ばまでにアメリカ人の存在が増加したことでカリフォルニア北部はスペイン語を話す人々が支配的な南部と分化した1846年までにカリフォルニアではスペイン語を話す人々の人口が1万人を下回っておりメキシコ領の人口が少ない地域と比べても少なかった彼らは カリフォルニオと呼ばれ、約800家族が、大半はいくつかの大きな牧場に集中していた。約1300人のアメリカ人と、約500人のヨーロッパ人の混合集団が、モントレーからサクラメントに分散し、カリフォルニオが放牧を支配したように、彼らは、交易を支配した。成人男性の場合2つの集団はほぼ同数で、あったが、 アメリカ人はより近い時代に到着していた。1827年にメキシコ政府が追放一般法を成立させた。この法はスペインで生まれたすべての人を違法移民と宣言し国内からの退去を命じるものだった。当時の宣教師の多くはスペイン人だった。次に1833年8月17日、メキシコ議会はカリフォルニアにおける。 伝道書の分離のための法律を成立させた。サンファン・カピストラーの伝道書は、翌年にこの法律の影響をまず感じることになった。フランシスコ会は、その後間もなく、伝道書を放棄し、およそ価値あるものを持ち去ったので、その後地元の者が、伝道書の建物を、建築資材として略奪するのが普通だった。1830年代初期から、 少数のアメリカ人交易業者と罠漁師がカリフォルニアに住んでいたものの、アメリカ人の最初の組織的なリクロイ民隊は1841年にビドウェルバートル村隊である。ロバに食料を積んだ、このパイオニアの一隊はまだ検証されていなかったカリフォルニアトレールを使って手探りで大陸を横切った。1841年にはまた、 アメリカ合衆国探検遠征の陸路探検隊が太平洋岸北西部からシスキュートレールを下ってきた。1844年、ケレーブ・グリーンウッドが最初の開拓者を案内し入馬者でシエラネバダ山脈を越えた。1846年、フーンなどオナー隊はカリフォルニアに入る時に遭難し、人肉食によって悪名を得た。 1846年5月13日にアメリカ合衆国がメキシコに宣戦線布告した後、カリフォルニアまで戦争の話が届くのにおよそ2ヶ月を要した。モントレイに駐在していた合衆国領事トマス・オーラーキンは戦争の噂を聞くと、ホセ・カストロが指揮する少数のメキシコ軍守備隊とアメリカ人の間の平和を維持しようとした。 アメリカ軍のジョンシー・フレモント隊は、約60名の武装の行き届いた兵士を連れて、1845年12月にカリフォルニアに入っており、メキシコと合衆国との間の戦争が避けられないという話を聞いた時に、ゆっくりとオレゴンに向かって行軍していた。カリフォルニア共和国のベアフラッグ、1890年撮影1846年6月15日。 約30名の非メキシコ人開拓者、その大半はアメリカ人が反乱を起こし、その間にあったメキシコの小さな守備基地を占領した。彼らはその間の空にカリフォルニア共和国のベアフラッグを掲げた。ベアフラッグ反乱はフレモントに引きられたアメリカ軍が6月23日に抑えるまで1週間続いた。今日のカリフォルニア州の旗は、 この最初のベアフラッグに基づいており、カリフォルニア共和国という言葉も入ったままである。アメリカ海軍巡将ジョン・ドレイク・スロートは近づく、戦争とそのまでの反乱の話を聞いて、7月7日にその海軍力でヤーバ・ブエナを占領するよう命じ、アメリカ国旗を掲げさせた。7月15日、スロートはさらに好戦的な指導者である。 ロバート・ストックトン準備に指揮権を渡した。ストックトンは、フレモントの部隊も、その指揮下に置いた。7月19日、フレモントの、カリフォルニア大隊はサクラメント近くに到着した、新しい開拓者、約160名を得て膨れ上がり、ストックトンの水兵や海兵と、共同行動を行うために、モントレーに入った。 米北戦争が始まったという公式の伝言が届いた。アメリカ軍は容易にカリフォルニア北部を制圧した。数日のうちにサンフランシスコ、その間、よびサクラメントのサッター取り出を支配した。カリフォルニア南部ではメキシコのホセカストロ将軍とピオピコ知事がロサンゼルスから逃亡した。1846年8月13日にストックトン隊が 抵抗なしに、ロサンゼルスに入った時、ほとんど無欠のカリフォルニア征服が完成したように見えた。しかし、ストックトンは、ロサンゼルスにあまりに少数の部隊を残したので、ホセマリアフローレスに率いられたカリフォルニアたちが、自分たちで行動し、メキシコからの援助もなかったが、9月遅くに、アメリカの小さな守備隊に退去を強制した。 ストックトンの命令で、ウィリアム・マービン海軍大佐に引きられた増援200名は、10月7日から9日のサンペドロ近くで戦われたドミニゲス牧場の戦いで撃退され、14名の海兵が戦死した。一方、カーニー将軍に引きられた100名の竜気兵隊は、ニューメキシコ、アリゾナ及びソノラ砂漠を苦闘して抗軍した後にやっと、 カリフォルニアに到着したが、その数は減っていた。12月6日、カーニー隊はサンディエゴ近くでサンパスクワルの戦いを行い、この時18名が戦死したが、カリフォルニアで行われた戦闘としては、アメリカ側の最大の損失となった。ストックトンは、その複合部隊で、包囲されていたカーニー隊を救出し、 サンディエゴから北に動いて1847年1月8日にロサンゼルス地区に入りフレモントタイと合流してアメリカ軍は総勢660名となりリオ・サンガブリエルの戦いでカリフォルニオと戦い翌1月9日ラメサの戦いを行った3日後の1月12日カリフォルニオの最後の意味ある集団がアメリカ軍に降伏した これがカリフォルニアでの戦争の終結となった。1月13日、カフエンが条約が締結された。1月28日、陸軍のウィリアム・シャーマン中尉とその部隊がモントレーに到着し、カリフォルニアにアメリカ軍が次々と流れ込む始めとなった。3月15日には、ジョナ・サンディ・スティーブンソン率いる第7ニューヨーク志願兵連隊が、 約900名でカリフォルニアに到着した。これらの部隊のすべては1848年1月に金が発見された時カリフォルニアに残っていた。1848年2月2日に調印されたグアダルーペイダル語条約で米国戦争は終わった。この条約でアメリカ合衆国はメキシコに1825万ドルを 払うことに同意し、メキシコはカリフォルニアを正式にアメリカ合衆国に割上し、アメリカとメキシコの間の国境が初めて引かれた。それ以前の国境は1819年のアダムズ・オニス条約でスペインとアメリカの間で交渉されたものであり、現在のカリフォルニア州とオレゴン州の宗教を定めていた。サンディエゴ湾はサンフランシスコより、 南のカリフォルニアでは数少ない自然光の一つであり、この戦略的水域のすべてに所有権主張が行われ、国境はそれをカリフォルニアに含むように斜めに引かれた。1848年1月、サクラメントの約40マイル東、シエラネバダ山脈のふもとにあるサッターズミルで金が発見された。これがカリフォルニアゴールドラッシュの始まりとなり、 カリフォルニアの人口急増への大きな誘因となった。甲府や商人たちが現在の修道49号線沿いの町に入り、金がカリフォルニアのどこでも発見されたのでシスキュートレール沿いに開拓地が次々にできた。一番近い推進のある開港はサンフランシスコ湾であり、サンフランシスコは金炭鉱の資金を手当てする銀行家の拠点になった。 ゴールドラッシュは世界をカリフォルニアに注目させた。1855年までに、あらゆる大陸からおよそ30万人のフォーティナイナーズが到着した。インディアン部族の野ヒ族は彼らによって蹂躙され、絶滅させられた。フォーティナイナーの多くは、間もなく出ていった。その中には裕福な者も,もいたが、大半はそれほど裕福ではなかった。近発見からの10年間で、 先住民の人口は急激に減少した。1847年から1849年は、カリフォルニアはアメリカ陸軍によって運営された。地方政府は多くの場所でアルカルデスによって運営され続けたが、その幾人かは今やアメリカ人になっていた。最後の軍政府長官、ベネット・ライリーは1849年9月に、モントレーで、 憲法制定会議を召集した。その48人の大議員は、大半が1846年以前のアメリカ人、開拓者であり、8人はカリフォルニオだった。彼らは、全会一致で、奴隷制を違法とし、州政府を作り上げ、これが10ヶ月間運営された後の1850年9月9日に、連邦議会により公式に、州昇格が認められた。 これは1850年妥協の一部でもあった。シュートはそれまでのモントレイからサンノゼ、バレーホ、ベニシアを経て最終的に1854年サクラメントがシュートに選ばれた。南北戦争ではカリフォルニアが主戦場と遠く離れていたために小さな役割しか演じられなかった。開拓者の中には南軍に同調する者もいたが彼らは 組織を作ることを許されず、その新聞も休刊にされた。元合衆国上院議員で、南軍の同調者ウィリアム・エム・グウィンが逮捕され、その後に、ヨーロッパに逃亡した。カリフォルニア政界をその鉱山、輸送及び財力で支配した強力な資本家が、新しい共和党を通じて、州内を支配した。兵卒として志願した者のほぼ全員が、西部に泊まり、 その設備を守った。南軍は、ニューメキシコ順州南部に、アメリカ連合国アリゾナ巡州を設立し、さらに、ニューメキシコ巡州北部やコロラド巡州を手に入れて、近郊と港湾のあるカリフォルニアを目指そうという、ニューメキシコ作戦を立案した。しかし、カリフォルニア部隊、約2350名が1862年に、アリゾナを越えて東部に降軍し、 アリゾナとニューメキシコから南軍を追い出した。カリフォルニア部隊は敵対的インディアンと戦うことにその多くのエネルギーを費やした。カリフォルニア州選出の合衆国上院議員、デイビッド・シー・ブロデリックは上院での初めての演説で合衆国のどこにも地球の上のどこにもカリフォルニアにおけるほど労働者が褒められ、報いを受けるところはないと述べた。 カリフォルニア州への初期移民は多くの職業で技術を持っており、あるものは労働者が組織化された地域から来ていた。カリフォルニアの労働者運動は何十年もの間カリフォルニアで唯一の大都市であり、かってロッキー山脈の西では労働組合主義の中心だったサンフランシスコで始まった。ロサンゼルスは 半世紀にわたって、労働組合への加入が任意という地盤を維持し、その後北からの組合と協業して、カリフォルニアを、組合の州にした。サンフランシスコが、比較的孤立した位置にあったので、熟練労働者たちは、東部の同様な者たちができなかった要求を突きつける、ことができた。印刷工が1850年に、まず組織化を始め、駅馬車の業者、 入馬車の業者、橋家の先導、作具装着者及び港湾作業員が1851年に、パン職人とレンガ積み職人が1852年に、コーキング職人、大工、左官、レンガ製造者、鍛冶屋及び造船工が1853年に、さらに1856年には、音楽家が、組織化された。これらすべての動きは、 安定するまで多様な立ち上げ方をしたが、より良い給与や労働条件を勝ち取り、州の労働法を制定させる長い動きを始めた。1850年から1870年の間、賃金の支払い条件、機械校の選手特権及び1日8時間労働の法制化が進んだ。19世紀後半、サンフランシスコの労働者はアメリカの どの年よりもた日8時間労働を享受できていたと言われた。1864年の型職人とボイラー、製造者のストライキは新しく形成された鉄鋼業雇用者協会がストライキ参加者の要求を認めた雇用者に1日1000ドルの過量を取ると脅し、全国のストライキ破りに電報を打ったことに反対するために呼びかけられた。 サンフランシスコで最初の中央労働者組織であるサンフランシスコ労働組合はパナマにおける船一杯のストライキ破りと会うために代表を派遣し彼らを教育した。彼らは組合員としてサンフランシスコに到着した。1865年に南北戦争が終わるとカリフォルニア州は急速に成長を続けた。個人の候補たちは ほとんど大規模な会社による工業に置き換えられた。鉄道の建設が始まり、鉄道会社も、鉱山会社も多くの労働者を雇用し始めた。決定的な出来事は1869年の大陸横断鉄道開通だった。シカゴからサンフランシスコまで鉄道なら6日間で旅行でき、船の6ヶ月とは比べ物にならなかった。 カリフォルニア労働者の比較的保護された時代は、鉄道の開通とともに終わった。その後の数十年間、労働者は中国人を抑圧し、政治家は反中国人の法制化を進めた。奴隷の輸入、いわゆる契約労働者については、交付や都市労働者の闘争の結果、1852年の法律で違法とされた。州全体では、 最初の連合労働者組織は、周期開雇協議会であり、1867年に、できた雇用者の、10時間同盟に対抗して1日8時間、労働を推し進めた。この協議会はアメリカでも最初の全国的、労働組合組織である、全国労働組合と提携した。1872年までに、サンフランシスコの工場労働者は、半数が、 中国人となり、白人労働者よりも、はるかに低い賃金で働かされた。サンフランシスコの著名労働指導者のデニス・カーニーの、スローガンは、中国人よ、出ていけだった。カーニーは1877年に登場し一軍の、自警団を率いて、市中を奉公し、中国人を殴り、その仕事を破壊した。西海岸の会員は2回ほど組合を結成しようと、 したがその度に失敗した。1875年、会員保護協会が設立され、賃金や戦場での労働条件の闘争を始めた。この動きにサンフランシスコポストの編集者、ヘンリー・ジョージが加わった。残酷な船長に対抗する、法制化の闘争と船員の3分の2は、アメリカ人であるべきという要求が提案され、この動きは30年間、アンドリュー・フルセス。 1908年以後は太平洋会員組合、さらにアメリカ国際会員組合によって遂行された。海岸会員ジャーナルが1887年に創刊され、長い間カリフォルニアにおける最も重要な労働者用雑誌になった。現在、会員の組織は太平洋会事連合に引き継がれている。何千もの中国人が労働者として、 働くために、カリフォルニアに到着し、実業家に低賃金労働者として雇われた。長い間に、金山や都市で起こった紛争が白人と中国人、労働者の間に偏見を生んだ。鉄道が完成した後の10年間に及ぶ不況で、白人労働者は、中国人労働者を避難し始めた。多くの中国人が、鉱山から追い出された。 セントラルパシフィック鉄道が開通した後で中国に戻った者も,もいた。残った者たちの多くはサンフランシスコやその他いくつかの都市のチャイナタウンに移転し、他で味わった暴力的攻撃から比較的安全になった。1850年から1900年までに反中国で移民排斥の感情は数え切れないほどの法律を生むことになり、 その多くは20世紀半ばになっても残った。最も目に余る逸話はおそらく1879年の新しい州憲法機構と批准だった。デニス・カーニーが率いる反中国人労働者等による活発なロビー活動のおかげで州憲法第19条第4節で会社が中国人クーリーを雇うことを禁止しカリフォルニアの全市と全軍には完全に 中国人を追放するか住むことのできる場所を制限する権限を与えた。この条項は1952年に撤廃された。1879年の州憲法制定会議では、連邦議会に向けて強い移民規制を嘆願する、メッセージを発することも行い、これが1882年に中国人排斥法の成立につながった。 この法は1889年に合衆国最高裁判所によっても支持され、1943年まで議会によって撤廃されることはなかった。同様な感情が1907年の日本との紳士協定に発展し、日本は自発的に合衆国に向けた移民を規制することに合意した。カリフォルニア州は1913年に 外国人土地法も成立させ、外国人、特にアジア人は土地の所有権を得ることを禁じた。1960年代までアジア生まれの者は合衆国市民権を取ることが難しかったので土地の所有権はアメリカ市民となれるアメリカで生まれた子供たちに渡された。この法律は1952年にカリフォルニア州最高裁判所によって 違憲とさされれ撤廃された1886年、中国人の選択場所有者が、中国人を選択業から締め出すサンフランシスコの条例の合憲性について、異議申し立てを行い、合衆国最高裁判所は、その中国人の肩を持つ裁定を下し、現代の平等保護という憲法に、理論的根拠を与えた。一方、アジア移民に対する、 厳しい制限はあったが、未熟練労働者と、不裕な土地所有者の間の緊張関係は、世界恐慌の頃まで続いた。小説家、ジャック・ロンドンは、オークランド市の労働者の闘争を題材に、その幻想的古典、ガツの警告を書いた。この表題は、海と山、レッドウッドと多く、霧と日光の間のその間群の原始的状態を、 早期させるものである。アメリカ大陸横断鉄道の完成は、カリフォルニアを恒久的に国の他の地域とつなぎ、それに続く世紀の遠距離輸送の仕組みは、カリフォルニア州が社会的、政治的及び経済的発展において無敵となることに計り知れない貢献を果たした。カリフォルニアにおける組織化労働者の歴史は、州の初期大半は、 サンフランシスコが中心だった。20世紀の最初の10年間にまでに、労働運動は、ロサンゼルス、ロングビーチ、及びセントラルバレーに広がった。1901年、サンフランシスコを本拠とする、都市戦線連合はこの国でも最も強い、労働組合連合という評判だった。これは、世紀の変わり目に起こった公共の間に全産業で、 推進された強力な組織化で成長した。雇用主は1900年の建設業ストライキ及び1901年の都市戦線連合のストライキの間に組織化を進め、建設業協議会の設立につながった。任意加入の問題が危機に瀕していた。市長がストライキ破りを保護するために、死刑を使ったことに労働者たちが怒ったために、 都市戦線連合のストライキの中から、組合労働者党が生まれた。1902年に、投稿人で、ユージーン・シュミッツが市長に選ばれ、サンフランシスコは、しばらくの間、全米で唯一労働者に運営される都市となった。改革者の堕落と不謹慎が組み合わされ、1907年の汚職告発につながった。1910年、 ロサンゼルスはまだ任意加入の状態であり、北部の雇用者はサンフランシスコも新たに任意加入とするようおしをかけた。これに反応した労働者は1910年6月に代表を南部に送った。ロックアウトで仕事がなくなった金属業労働者1200人に全国的まとめ役が派遣された。その後に、 ロサンゼルスの労働者組織化を何年間も挫折させる出来事が起こった。1910年10月10日、ロサンゼルスタイムズ印刷所で爆弾が破裂し、21人の労働者を殺した。その後の10年間、組合のない業種、伐採業、小麦農業、製材業で、世界産業労働組合が急速に成長し、工業、 公安及び農業にその動きを広げた。保安官の集団が抗議集会を破り、4人が殺された、ホイートランドホップ暴動の後でとは、大衆の注目を浴びた。これが畑仕事をする労働者を守る、最初の法制化につながった。とは、反組合運動や、新しい州法で無政府主義を犯罪とする中で、組合員が告発されることで障害を受けた。 とは1923年のサンペドロにおける会員ストライキにも関わり、アプトン・シンクレアが独立宣言を朗賞したことで逮捕された。アトの中でも最も著名になった男、トマス・ムーニーは間もなく労働者の関心を集める対象となり、アメリカでも最も重要な政治犯となった。ムーニー事件では10人が殺され、労働を数十年間にわたって傷つけた。 1920年代、任意加入の動きが、アメリカンプランと呼ばれる共同戦略を通じて成功した。ある場合には、サンフランシスコの産業協会が100万ドルの資金を作って、1921年の建設業ストライキを破り、建設業組合の崩壊に導いた。この雇用者側の協会は1年に2回賃金をカットし、また、 金属産業協議会が破れて1907年以来有効だった協定を失った。会員組合も1921年に敗北を味わった。労働運動は1933年の全国産業復興法の成立とオーストラリアの若い労働者ハリーブリッジズが労働者の指導者として現れたことで、 1930年代に高まりを示した。国際公安に役労働者組合の支部が1933年にできた後の数週間で公安労働者の90%以上が加入した。ドック作業者は1934年3月7日にストライキを決議した。5月15日、会員組合は投票でストライキへの参加を決め、 船舶事務員と免許士官の組織が続いた。7月5日、サンフランシスコの大ストライキは、地の木曜日と呼ばれる事件で二人の労働者が殺され、数百人が混沌で殴られ催涙ガスを浴びるということが起こり、カリフォルニアの労働組合の大半が、西海岸港湾ストライキに参加することになった。太平洋海事連合は1935年に組織化された。 1930年代のサンフランシスコには12万人の組合員がいた。公安に役労働者はその組合が作った白い帽子に組合のボタンをつけ、トラック運転手は組合員としてトラックを運転し、漁師、タクシー運転手、市外電車の車掌、電車運転士、新聞配達人、小売店の店員、ホテルの従業員、 新聞記者がすべて代表を持った。1933年から1934年は3万人だったロサンゼルスの労働組合員が1938年の厳しい反ピケ条例にもかかわらず30年代予測には20万人に成長した。しかしロサンゼルスは飛行機、自動車、ゴム、 石油の大量生産産業とサンペドロの工場で組織化されていた。後に組合化の動きは音楽家、トラック運転手、建設業、映画、俳優、作家及び監督にも広がった。農場労働者は組織化されず、労働は過酷で報酬は少なかった。1930年代、20万人の農場、労働者が季節調整で収納を動いた。 組合は、土地所有者に対して、内陸更新を非難し、この時農場労働者を組織化する初期の動きがあった。渓谷の町の多くが、組織化の妨害のために、反ピケ条例を後押しした。1933年から1934年に、かけて、農業ストライキの波が、中央渓谷を襲い、インペリアルバレーのレタスストライキやサンホアキンバレーの、 コットンストライキが起こった。1936年、サリナスのレタスストライキでは、自警団の暴力が国中に衝撃を与えた。また1938年春、約300人の男女、子供が、自警団によって、グラスバレーや、ネバダシティの家から追い出された。1938年のピケに対する住民、投票提案、提案1号は、 収納民共済組合の解説者にファシストとみなされ大きな政治闘争となった。提案1号は投票で破れた。まもなくカリフォルニアの組合が非白人組合員を認めるようになるにつれて人種差別主義は弱まった。第二次世界大戦の開始までにカリフォルニアは高齢者支援法、雇用保険法、女性に対する最大四48時間労働。 固定防行法及び職場安全規則を持つに至った。カリフォルニアポピーエン20世紀への変わり目からカリフォルニアの歴史で工学分野のいくつかの功績が出てきた。多くの中でも最初の主要なものは工業、建設及び鉄道だった。その後かなり経ってロサンゼルス上水路はオーエンズバレーから取りモハーベ砂漠とアンテロープバレーを通って遥か南の乾燥した。 ロサンゼルスまで水を運んだ。1911年に完成したが、独学のウィリアム・マルホランドの頭脳の所産であり、今日でも使われている。東部シエラ・ネバダ山脈から流れ出るクリークの水が、この水路に集められた。これは1960年代に議論を呼んだ。というのもこの水路が、モノコから水を引いており、この湖が特に別世界のような美しい。 生態系を持っていたからである。また、オーエンズバレーの農夫からも苦情があった。もう一つの功績は、フーバーダム、ヘッチハッチ貯水池、シャスタダム及びカリフォルニア水路であり、北カリフォルニアから乾燥し、広範囲に広がった南カリフォルニアに水をもたらした。別の計画は、トゥーレア湖からの取水だった。この湖は、アメリカの中で高水位の時は、最大の淡水湖だった。 このことで乾燥したサンホアキンバレーの中に大規模な湿地を作り出し海岸にも豊富な沼地を作った1970年代までに湖の水は完全に抜かれたがたうきには自分で復活しようとしている1910年以降自動車での移動が重要になった重要な道路はリンカーンハイウェイでありアメリカでは 初めての自動車用大陸横断道路となり、ニューヨーク市とサンフランシスコをつないだ。1913年に完成したリンカーンハイウェイは、州内の産業と観光の両方の発展に大きな刺激となった。同様に1926年のアメリカ国土66号線の完成が効果を上げた。1920年代、北部のロサンゼルス郡ニューホール近くで、 最初の石油が発見された。間もなく、ロサンゼルス・盆地やカリフォルニアの他の地域でさらに多くの石油が発見された。これが間もなく、州南部では最も利益を生む産業になった。20世紀の最初の10年間は映画撮影所も交流した。MGM、ユニバーサル及びワーナー・ブラザースがすべて、 ロサンゼルス郊外のハリウッドランドと呼ばれた小さな区画だったハリウッドで土地を獲得した。間もなく国中特に中西部からのアメリカ人はカリフォルニアの温暖な地中海式気候、安い土地及びトラックで行けばすぐに多様な地形を見られるこの地域に引き付けられた。この時代の多くの西部劇はシエラネバダ山脈の東、そこには 全米で一番高い山であるホイットニー山がそびえ、そのオーエンズバレーで撮影された。砂漠のシーンはモハーベ砂漠や西半球で最も低い地点でありかつ最も暑いルデスバレーで撮影された。海賊映画はカーメルで撮影された。冬のシーンはサンベルナルディの山で撮影された。地中海や合衆国東部が舞台の映画はロケ地で撮られるか。 スタディオ地域の古外セットで撮られ、雨や雪のフラッシュ装置が必要だった。1930年代までに小ビジネスが、ラジオの普及とともにその人口を増やし、20世紀半ばまでには、南カリフォルニアは、大きなテレビ番組制作所が集まり、NBC や CBS のような主要ネットワークのための、スタディオが備えられた。1934年の州知事選挙で、 小説家のアプトン・シンクレアは世界恐慌に対する急進的反応を示した社会主義者の EPIC 運動のプログラムに乗って出馬したが民主党候補に僅差で敗れた。第二次世界大戦の間カリフォルニアの温暖な気候が戦争遂行に大きな資源となった。多くの航空訓練基地が南カリフォルニアに作られそこには ダグラスエアクラフトやヒューズエアクラフトのような飛行機製造会社が工場を拡張したり新設した。アメリカ海軍の主要造船所はサンディエゴ、ロングビーチ及びサンフランシスコ湾で拡張されまた新設された。サンフランシスコはリバティ船の基地でもあった。戦後、数多くの土地開発者が土地を安く買い、それを分割して家を建て金持ちになった。 不動産の開発は南カリフォルニアの主要産業としての地位で石油や農業にとって変わった。1955年アナハイムでディズニーランドがオープンした。1958年大リーグのロサンゼルスドジャースとサンフランシスコジャイアンツがそれまでの本拠地ニューヨーク市を離れて移ってきた。カリフォルニア州 の人口は劇的に拡大し1970年までに2000万人近くになった。これはベビーブーム世代の成人だった1960年代遅くベビーブーム世代が徴兵年齢に達し多くの者が逮捕される危険を犯してベトナム戦争に反対した。多くのデモやストライキが起こり最も有名なものはサンフランシスコからは湾の向かいにあって ケニアるカリフォルニア大学バークレー校だった。1965年ロサンゼルスの南中部にある、ワッツで、人種暴動が起こった。ロサンゼルスのサンセット通りでのヒッピー暴動は、バッファロースプリングフィールドの、フォー・ホワット・イッツ・アースで普及のものにもなった。連邦政府は、ベトナム戦争からの撤退を約束したが、結局1974年まで続いた。 急進的な政治運動はその目的の多くを達成したが、構成員や資金も失った。カリフォルニアは自由な精神、明けっ広げな心、なんとかなるという生活の地だった。当時のポピュラーミュージックのタイトルは、カリフォルニアガールズ、カリフォルニアドリーミング、サンフランシスコ、サンホセへの道を知ってるかいおよび、ホテルカリフォルニアのようなものだった。 これらは、カリフォルニアでの天国的な気候で、生活の容易さが約束されていることを反映していた。サーフィン文化が成長した。多くの者が低賃金の仕事を選び海岸で、トレーラーに住むサーファーに加わり、また別の多くは待望を捨てて、都市のヒッピーの自由な生活に加わった。最も有名なヒッピーの溜まり場は、サンフランシスコのハイトアッシュベリー地区だった。 州内の都市、特にサンフランシスコは、その上品さと、寛容さで有名になった。独特でのどかな、カリフォルニアの文化は短期間に作られた。この文化のピークは1967年であり、愛の夏と呼ばれた。合衆国の他の場所からは、しばしば軽蔑的に、また羨みも持って、果実の土地と呼ばれるようになったが、 カリフォルニア人自身はこれを楽しい生活と分かっていた。逆にこの同じ時期にゴールデンステートは天文学的数字で商業と産業の膨張もあった。1960年の工学歴マスタープランの採用でコミュニティカレッジやカリフォルニア大学とカリフォルニア州立大学で高校率の公的教育制度を発展させた。教育を受けた人材を生み出すことで 特にハイテクに関わる地域での投資を呼んだ。1980年までにカリフォルニアは世界でも8番目に大きな経済という認識があった。経済の膨張に対応するために何百万という労働力が必要だった。当時の高い人口成長率によりアーバンスプロール、交通、公害、また程度は低いものの犯罪という途方もない問題を引き起こした。 アーバンスプロールは多くの都会で反動を生み、地方政府はある領域では成長を制限し、家を建てるための宅地面積を減らすなどした。未開発の土地を取得し、維持保存するために、州内のいくつかの場所にオープンスペース地区が設けられた。例えば、サンフランシスコ湾地区ではオープンスペース地区が湾の都心を取り囲む海岸地域や丘を通して、 高級的に未開発の土地がほぼ切れ目なく続いており、大きな自然公園を作ることを可能にし、ハイキング道路を想定して、最終的には一続きの間で湾を取り巻くことになる。大気汚染という大きな問題は1970年代初期に大きくなり、また反動も生んだ。オゾンの数値が不健康にまで高まると、スモッグデートされて、都心の学校は、 周期的に閉鎖され、都会を取り巻く丘は1マイル以内ですらめ滅多に見えなかった。カリフォルニアは変化に対応できた。その後の30年間にわたり、合衆国でも最も厳しいスモッグ取り締まり規定を作り、自動車を含み様々な産業に汚染のない戦略を奨励する指導的存在となった。例えば、カープールレーンは通常2名。 または3名以上を乗せている自動車のみが通行できた。ただし、電気自動車は乗員一人でも走れた。その結果、ピーク時に比べればスモッグはかなり減ったが、地方の大気質管理地区は今でも大気の状態をモニターしており、暑くてスモッグが最悪になると予測される日には汚染を生む行動を避けるよう省令している。交通と輸送は 都会の問題として残っている。解決策は示されたが、その計画、承認及び施設を作るための費用や時間は、人口増加の速度に間に合っていない。いくらかの改良は行われた。カープールレーンは、都会で当たり前になり、一人で車を運転するよりも、相乗りを奨励することが意図された。三の瀬は徐々にライトレールを敷設しつつある。 解決策のどれも批判を受けないものはなかった。サンフランシスコ湾地域やロサンゼルス盆地での郊外への広がりに対応して、それなりの人口に対応できる大量輸送機関を建設するのが難しかった。1970年代、東南アジアでの戦争が終わり、その地域の国、特にベトナムから新たにやってくるものの波が訪れ、その多くはカリフォルニアに入った。 大半は一生懸命働き厳しい環境で生活した。ウェストミンスターやオレンジ郡のガーデングラブにはリトルサイゴンが作られた。1960年代、ロジャージェートレーナー主席判事の指導でカリフォルニアはリベラルで進歩的となり犯罪率が急増しても被告の権利を強調した。トレーナーの主席判事としての人気は多くの最初で特徴付けられた。 カリフォルニアは製造物責任で真の幻覚責任を作り出した最初の州であり、原告に身体的損傷がない場合でも精神的苦痛の過失障害の行動を認めた最初の州であり、また身体的損傷だけが身内に対するものである場合に精神的苦痛の過失障害を第三者が訴えることを認めた最初の州である。 1960年代からカリフォルニアは家族法でも指導的存在になった。1969年の家族法の成立で真の昔釣り子にを認める最初の州になった。1994年議会は家族法を民法典から取り出し新たに家族法典を作った。2002年議会は登録された同性者に 州法上の配偶者と同じ権利を認めた。2008年、カリフォルニアは、カリフォルニア最高裁判所が、同性婚の禁止は違憲であると裁定したとき、これを合法としたことでは2番目の州になった。1980年代半ば、以来、カリフォルニア最高裁判所は、特に刑事事件の被告の権利に関して、より保守的になった。 これは一般に1980年代初期主席判事、ローズバードが反死刑の立場を厳密に取った反動と見られている。バードは、州内の暴力犯罪が急増して、犯罪率が記録的高さになってもこの立場を守った。州内の激怒した選挙民が反応して1986年11月に、バードを司法職から解任した。 1950年代から北部カリフォルニアのハイテク企業が目を見張る成長を遂げ、20世紀の終わりまで続いた。主要な製品としては、パーソナルコンピュータ、ビデオゲーム、およびネットワークシステムがあった。これら企業の大部分は、パロアルトからサンノゼに伸びる、幹線道路沿いに立地し、サンタクララバレーのサンタクララや、 サニーベールなどに集まっていたため、それらの地域は、当時大規模集積回路を作るために使われた、材料の名前にちなんで、いわゆる、シリコンバレーと名付けられた。こうした産業の成長は、いわゆる、2000年問題を抱えた2000年にピークを迎え、同年までに熟練した、工学専門家に対する需要が著しく高くなったので、 ハイテク企業はその求める役職を埋めるのが困難になり、それゆえに海外の人材を採用するためにビザの割り当てを増やすよう要求した。しかし2001年に入るとドットコムバブルの崩壊が起こり多くの人々が人よりして仕事を失うこととなった。これに続く2年間は初めて地域に入ってくるものよりも出ていくものの方が多いという現象が見られた。 このことは20年ほど前の南カリフォルニアにおける宇宙産業の崩壊に幾分似ていた。2004年までに絶望されるハイテクの仕事の多くはローム費がアメリカの10%であるインドに外注されたり、インドや中国の何十億人の中から新参のものを雇って内作するかのどちらかになったように見える。特に北アメリカ自由貿易協定採用後は、 新しい法律でビザの制約をなくした。1960年以降第三世界から数千万人の人々が合衆国に入り、最初は主にカリフォルニアや南西部に入ったが、今や大陸全体に広がっている。1960年の合衆国の人口は1億8000万人だったが、2000年時点では2億8000万人になっている。 大気汚染問題は減ったものの、環境汚染に伴う健康問題は続いている。しかし、スモッグと呼ばれる褐色のモヤは実際に減ったが、ぜ息が問題として残っている。排水口から押し出される汚染で海岸に住む生物を殺したことで多くの環境保護団体が立ち上がった。海岸線のクリーク加工の干渉は都市建設計画で消滅し、 海岸開発の規制につながった。電力供給が時として問題になった。例えば、2000年春と夏、南カリフォルニアエディソンやパシフィックガス電気会社のような電力供給会社が計画停電を行い過剰供給による需要を抑制した。1990年代、ネ・アブラムシの病気がカリフォルニアのブドウ園を襲い、ワイン用ブドウを殺し、 数十億ドルの損害を与えた。また、数十年来の熟練労働者に対する需要は続いている。都市の住宅価格は上がり続け、反対に同じ期間の経済成長速度は落ちていった。1960年代の平均的家屋価格は2万5000ドルだったものが、2005年までに都市部では50万ドル以上になった。都市部では、 多くの給与を稼げるので、より田舎で家を購入して、通勤時間を長くかける人が多くなった。この様相は2007年に、住宅価格が下がり始めて変わってきた。2002年の知事選挙で、民主党の現職グレー・デイビスが共和党の、朝鮮シャビル・サイモンを破った。2003年10月7日、投票者の55.4%が支持して、 デイビスのリコールが成立した。さらに48.6%の多数支持で、共和党のアーノルド・シュワルツェネッガーが、知事に選ばれた。副知事クルス、バスタマンテは、投票総数の31.5%であり、共和党上院議員のトム・マクリントックは13.5%に、過ぎなかった。シュワルツェネッガーは、 共和党出身の知事として保守的な政策を実行した。当初は、州予算に関して民主党が多数党である会議や上院で言い争うことになった。この闘争はその悪名高い、少女っぽい男たちというコメントを生んだだけでなく、その支持率にも損失を与えるようになった。シュワルツェネッガーは2005年の特別選挙で、 いくつかの住民投票案件を成立させる運動を、はじめ、カリフォルニア州予算制度、選挙区再配分権限、及び労働組合の政治資金づくりの改革を目指した。カリフォルニア看護師協会が、先頭に立った組合主導の運動で特別選挙での、すべての命題を廃案にすることに、大いに貢献した。シュワルツェネッガーは、この敗北以降、中道色を強め、 ブッシュ政権と距離を置き、環境政策などで中道的な政策を実行し伝統的に民主党が強い議会とは教育費の問題で妥協した。結果、支持率は復活し2006年に再選された。2007年から2008年、サブプライム住宅ローン危機、世界金融危機と立て続けに起きた経済恐慌により、カリフォルニア州の財政は危機的な状況にある。 シュワルツネッガーは財政再建のため、米国内で論争が続いているマリファナ合法化に関して検討すべきと前向きな姿勢を見せていたが、2010年の中間選挙と同時期に実施された住民投票では反対多数で否決された。2017年10月8日、州北部で山火事が発生し、ワインの産地として有名なソノマ軍、ナパ軍を中心に、 多くの建築物が消失、多数の死傷者が出た。ワイナリーやブドウ畑も多くが被災したほか、ピーナッツの原作者であるチャールズ・ M ・シュルツの成果も消失している。2020年、新型コロナウイルスの感染拡大はカリフォルニア州にも及び、州内のコロナウイルスによる急性呼吸器疾患の患者数が増加した。3月19日、 ギャビン・ニューサム知事はウイルスの封じ込め対策として3900万人の全住民に自宅待機を命じると発表した。住民らは食料や生活物資の確保に動き、街中のスーパーマーケットの棚からは商品がなくなる状況も見られた。ありがとうございます。